はい、どうもワラチスト塩谷です。今日はですね、408オンワークスの、ワラチ DIY キットというものを紹介したいと思います。 DIY キットというのはですね、どういうものかというと、ワラチを、自作してみたいなと思う人がいると思うんですけども、まあどんな材料で作っていいのか分かんない、どんなパーツを集めたらいいのか分かんない、まあパーツを集めるのがめんどくさいっていう人向けに作成する道具以外のパーツを集めたキットになります。それでは紹介を始めたいと思います。どうぞ。はい、それではですね、ワラーチ DIY キットの紹介をしたいと思います。まずは説明書ですね。はい、表面からですね、まあ、キットの内容と、まあ、用意する道具だったりとか、その次から、まあね、足型の作り方ですね、ソールに転写する方法、ノンスリップシートの貼り方、穴開けで、くるぶしの穴の開け方、溝掘り、パラコード通しなど、まあ、説明を書いてます。表面はそんな感じですね。そして裏面ですね。裏面の方には、ですね、紐の結び方ですね、ストラップの通し方、まあ、それの説明書が裏面になります。これがまず1件目。そしてもう1個はですね、もう1枚紙が入ってまして、足型のテンプレートになってます。一応ここに足を乗っけてもらって、自分の足型に近いものを切ってもらう、もしくは、まあ、合わない場合は自分の足型に合わせてぐるっと一周鉛筆かなんかで書いてもらって、そこをなぞって切ってもらうという形になります。裏表で、両足分ってなります。はい、一応足型の作り方って簡単な説明が書いてまして、まあ、足先から5ミリくらい大きいサイズがぴったりかなと思うので、そのサイズに作ってみてください。そして次がですね、ビブラムソールの8327というソールが入ってますので、それの紹介ですね。一応大きさ的には31センチと、長手ですね、長手方向が、31センチぐらいで、一番足幅があるところが 12.5 センチぐらいの大きさです。だいたいほとんどの人が問題なく作れるんじゃないかなっていう感じです。で、続きましてこのノンスリップシートという足の裏が乗っかるところですね、まあ滑り止めですね、この面にこういう風に貼る滑り止めが入ってます。そして、こちらですね、これがまあ強力な両面テープになります。まあ接着剤などね、つけていただくのが間違いないんですけども、この裏につけるときに、まあ、この両面テープで貼ってもらって、グッとくっつけてもらうという形になります。これはまあどちらでも構わないです。まあ、より強くねつけたい人はボンドかなんかでつけてもらうのが間違いないかなというふうに思います。これはですね、一応まあワークショップなどやるときですね、まあこの方法を使っています。その次が鼻部分のパラコードが2本入ってます。はい、そして各種ねバックルですね、バックルが入ってます。そして、ストラップですね、ストラップの PP テープが1メーターの長さで2本入ってます。で、これをね組み合わせることによって、まあだいたいこんな感じのサンダルができますよという形ですね。まあララムリのワラーチのようなタイヤと革紐のみとはいかないんですけども、なるべくシンプルな構成で簡単に調整できるように考えました。まあ一応このストラップで全部自分の足にフィットするように調整できるようにちょっと作ってみました。そしてですね、パーツがまあ交換可能ってことで、まあこの鼻緒のところのパラコードなんかはこの中で単純にここで結んでるだけですね。ここに穴を2箇所開けて後ろから通してここで結んでるだけなので、本結びしてるだけなので、ここがもしね例えば切れちゃったりとかしても、まあ自分でまあ似たようなパラコードを探してもらってですね、つけて交換が可能です。まあ、他にもですね、このストラップの PP テープなんかはなんだろうな、ユーザーワイヤーとかそういうところで多分手に入ると思うので、15ミリの幅のねテープだったら変えられると思うので、まあ自分で探してカスタムするのも楽しいのかなと。まあ自分の好きな色を使ったりとかですね、好きなパーツを使ったりとか、こんなものを使ったらいいんじゃないかって自作してもらえると個人的にすごい嬉しいなと思います。これがですね、実際に使用してたものなんですけれども、だいぶ反ってますよね、足の形に。こういう風にですね、履いていると、まあ、足の形に沿ってですね、変形してくるんですね、ソールが。
そうするとすごい履き心地が良くなって、きっと手放せない相棒になるのかなと思います。できたらね、ここぐらいまで、取るぐらいまで履き込んでもらえるととてもいいのかなと思います。はい、今日はですね、408オンワークスのワラーチ DIY キットの紹介をしました。